啊，我已经忘了我有多久没来过上野了啊！这个今天要讲的节目呢，就不得不提到上野。那至于今天讲什么呢？我们一会儿见。聊正事儿之前啊，先吃顿饭。这个店应该是上野我最喜欢的店啊，可能很多人也知道我特别喜欢吃拉面，所以呢，上野这家拉面是我特别满意的，馋着大家。我也是。吃饭前先得拿手机给饭消毒啊，主要这家面我真的特别满意，大家也看见了我为什么满意，至少从画面上应该就能感受到。希望有空来上野玩的朋友有机会要尝一尝这家拉面，特别好吃。废话不多说，我们先吃了。好，终于到了本期节目的主题，我们来到了上野这个区域，全部都是卖阿美卡基的。没错，我们今天的节目就是给大家系统的聊一聊阿美卡基品牌跟阿美卡基文化在日本的一个历史和故事等等。我们会选几家店带大家看看他们的产品，顺便请一些这些店铺的店员给我们聊一聊。啊，非常荣幸啊，店铺的老板很欣然地接受了我们的这个要求拍摄，然后并且找来了店铺里最老的店员来接受我们这次采访。啊，我很好奇老先生现在几岁了？74岁啊，74岁的老先生来接受我们这次采访。那我们就逐一的让老先生给我们聊一聊。まああのアメ横ってあのこれアメ横じゃないんですよね。アメ横って反対側なんですけど、ちょっと一括りしてアメ横ってるんで言ってるんですけど、元々の起源はなんかアメを売ってたとか、あのアメリカ人がほらあの店を開いたとかそういうのいろんな疑惑があるんですけど、まあ普通まあアメ横で取っちゃってるんですけどね。ただ昔あの古着、アメリカ、ヴィンテージ、古着をあのアメリカとかそっちからこう仕入れてきて、それを売ってたのが起源だと思います。あれが最初の上の歴史、歴史ですね。あれ大体何年前かな。ここは70年、日野屋が70年も経ってますので、戦後だから昭和でいうと22年から21年、その頃かなと。ですね、あのまあ写真見てもらうと分かりますけど、あの大体アメカジの写真しか置いてないんで、あの結局流行がない、長く何年も何年も着れるのがもう写真だとそれではありますので、アメコ自体がそうですよね。はい、まずあの日野屋っていうところから、ワーガスプラスって日野屋のオリジナルブランドがあります、それとあと東洋エンタープライズの商品で、まずバズ、それから芝県、などなど、それで夏はあのサンサーフ、アルファ使っていきますね。それはあの先ほど言ったように流行がない、だから長く着れる、長いこう期間に、例えば体型が変わらなければ5年でも10年でも同じものを着れる、それがやっぱりアメリカ人の特徴じゃないですか。変わらないですね。だからあの定番が多いですよね。定番っていうか毎年同じものがこう繰り返し出てくるっていう、それでちょっとした例えばこういうパッチとか違ったり、あのアレンジして出てくるだけで、あの基本的なものは変わってないと。おりますおります。なるべく買い替え、あのお洗濯とか、あとはあの破けちゃったから買うとか、買い替えのお客さん多いですね。そういう人があの固定客になってくる、そうです。私はもうあのシャツにベスト、あとGジャン、それが大体定番のスタイルになってます。お客さんの方から今年はこういうの着ないんですかって逆に言われる。非常感谢老先生接受我们的采访，我们也希望这么长久历史的店铺能有更多人知道。
在这儿谢谢我们老先生。那前面这位70多岁的老先生给我们讲解了一下啊，我们后面又逛到了他们的其他店铺，后面另外一家店的店长也是一位老先生啊，非常专业啊，非常热情，给我们更加详细的讲解了他们70年的店铺悠久的历史和店铺里贩卖的产品的等等。所以后面我们让这位老先生也给大家好好聊一聊。紹介されてる、上野アメ横ジーパンストーリーというのでね、はい、うちのお店が紹介されてます、はい、で、当初は日野屋商店というので軍物、結局、まあ、今着てるようなこういう、うん、あ、いいの着てるねそういうものをアメリカから取り寄せて卸で売ってたわけですね、うんうん、そういうところからスタートで、うん、その後にそういうアメリカの文化の部分でジーパンというのがやっぱり、うん、アメリカから取り寄せてスタートして、うんうん、こういうところでジーパンをスタートしたのが、まあ、先代って今の社長ですけど、はいはい、社長さんが始めたという、はいはい、これは一番端のところのお店です、はいはいはい、そこでスタートして、その当時のアメ横のこれ雰囲気だね、はい、うん、で、今店舗はさっき言ったように、はい、店舗でやってますということでね、はい、でやっぱり一番はジーパンを、うん、ジーパンを売り始めてから日野屋が大きくなってったというかね、うんうん、で当初の部分で言うと日本のブランドで言うとビッグジョンというブランド、あとはキャントンというブランドで、後からリーバイスが入ってきて、そのまあ3タイプをずっと最初は売ってたわけだね、はい、でその当時はやっぱりまだまだジーパン売ってる場所がなかったから、やっぱり飛びついて上野でどん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 、はい、売れたということですね、はい、で当時は、御徒町のところにマルセルさんというジーパン屋さんがあったんですよ、はい、今はもうちょっとなくなっちゃったんだけど、はい、そのマルセルさんと日野屋、まあ、ここがやっぱりジーパンをたくさん売ってて、はいはい、その後に追っかけてアメリカ屋さんだとか上野商会さんとか、そういうアメカジのショップがたくさん集まってきて、はい、今が成り立っているという状況ですね、なるほど。でその後、まあ、中間あれするとうちどものバーガスというブランドを立ち上げて、うん、今はそのバーガスというのを、まあ、たくさん売ってるような状況ではありますね、うん、そんなとこかな、上野の紹介というと、はい、まあ、一番最初はやっぱりそこにある中田商店さんとか、はい、そういうとこもそうだけど、軍のまあ放出品とかそういうものを売ってたのが最初ですよね、うんうん、そういうのでなかなか日本の中でそういうものを、うん、例えばこういうものとかこういうものを欲しくてもなかなかなかったから、はい、そういうものを買いたくて上野にみんな集まってきたと、はい、そこからアメ横のそのアメカジのね、はい、スタートになってんじゃないかなという。で兵隊さん何着てるのって言ったら、やっぱりこういうスカジャンだとか、あとスタジアムジャンパーだとか、はいはい、で下は何って言ったらジーパンと。だからうちのスタンスはもうとにかくジーパンがあって、ジー、はい、パンに何を合わせるかっていうスタイルでみんなフライトジャンパー、スカジャン、スタジャン、はいはいはい、まあ、そういうものを揃えてるんですね、はいはい、今それで成り立ってるっていう状況かな、私そう私はもう、33年だから、まあ、40年ちょっと切るぐらい、40年、うん、この店で、そうだよね、すごい、うん、だから、うん、今60だから20、30、うん、そうだね、37、8年になるかな、そのぐらい、ずっとすごい、うん、やってます、はい、うん、まあ店舗もね、うん、当初の店舗からは、うん、やっぱり撤退したとこもあるし、うん、でスタイル的にはやっぱり昔はアメ横っていうとね、裏側にある海産物、はい、結局は魚だとか、はい、そういうものをどんどん売ってる場所が、はい、スタイルだったんですよ。でこっち側に来るとアメリカンカジュアルの洋服は売ってるっていうような状況だけど、うん、今見ての通り、まあ、黒人さんみたいな外人さんのスタイルのものとかそういうのが増えてきて、やっぱり経営がうまくいかなかった部分もあると思うんだけどね。だから結局今インターネットがそれこそすごい流行ってきて、はい、でネットで買われる方が多くなってきたんで、わざわざ上野に来なくてもいいっていうような状況にはなりつつあるんで、うん、昔に比べたらかなり客層は変わってきましたね。だから昔ほどはその勢いよくはっていう部分ではないけれども、うん、ただまあ 昔ながらに上野で買い物したいっていう人たちはやっぱりまあ、地方からとかみんな集まってきてくれるんで、うん、それで成り立ってる、うん、去年まではやっぱり外人さんですよね、はい、
国外から特に東南アジア系の方かな、うん、そういう方がジャパンジーンズという部分で ね、 そうですね結構来ていただいて、まあ、お兄さんたちは分かると思うけれども、アメカジのブランド、うん、多分日本の商品のクオリティ、うん、多分世界に一番いいと思う、まあ、メイドインジャパンという部分でね、そうですね、のジーパンはものすごい売れてたのは実情です。そうですね、先輩、なんか一番おすすめの商品ありますか、店の中に、なんか先輩一番好きのアイテムとか。まあ言ってみればもう本当にうちの部分で言うとジーパンが基本だから、うん、例えばここのゾーンっていうのはうちのオリジナルです。あ、このオリジナル、オリジナルのブランド、もう日の屋しか売ってないジーパン、はい、これは、はい、まあ、さっきも言ったけど70年間ジーパンを売り続けてて、はい、お客さんたちがどういうものが欲しいとか、はい、またクオリティも含めてね、はいはい、そういう部分でみんながまあいろいろ知恵を出し合って作ったブランドなんで、おかげさまでこれに関してはお客様の、評判もいいし、うちに来たお客さんにはぜひっていうのでおすすめしている部分ありますね。あとは、うちとコラボしてね、うん、例えばご存知かわからないけどウェアハウスというブランド、はい、ここの部分結構有名の、はい、有名ですね、のブランド、そことうちがコラボして、はい、ウェアハウスさんとバーガス、はい、まあ、バーガスプラスっていうのがうちのブランドなんですけど、はいはい、それをコラボして作ってもらったりとかね、これもやっぱりすごい人気がある、はいはいはい、まあ、そういう あとは例えばこれなんかは、これは難しいやつ、阿波昭愛っていう、四国のそういう本愛、はい、本愛っていうやつね、はいはいはい、それを使って作ってもらったジーパンです、うん、でこれが1本47,000円、すごいいい値段する。でもなんでこの生地、うん、なんか別の、まあ、そういう部分もあるし、ちょっと違うかな、うん、そうですね、あとはねこの阿波昭愛っていうその染め方、はい、染める技術、はい、これはね、はい、うん、これ阿波昭愛の、作ってる状況を、これが、はい、これは革ラベルを、はい、その藍につけて、はい、こういう革にするわけね、でこのラベルが、はい、ここにあれどこだ、ちょっと待って、そう、あ、ここにくっついてるんだね、はい、これがこの革ラベル、はい、とか、うん、あとはもうとにかく非常に手間暇がかかる、この中にこの生地をつけて、はい、1回で染めだけじゃないんですよ、はい、これをつけて、はい、干して、はい、洗ってまたつけて、はい、干してまた洗ってという、それを何回も繰り返してこの人が、はい、でこれをやれる人がね、めちゃ難しい、もう こういう技術を持ってる人がほとんどいない日本に、あ、それわざわざ日本もあんまりいないの、いないです、今そう受け継いでる人がいない、だからそこのところにわざわざ四国にお願いして四国へ行って、四国は分かるね、うん、はい、日本でとね、四国ね、はい、そこに阿波というところが阿波昭愛っていうのがあるんだけど、うん、そこに行ってわざわざ作ってもらう、うん、でまあ作れる部分で言ったら、まあ、お願いしたのは100本お願いしたんだけど、うん、一気にはできないんで徐々にこう上がってくるんだ、ね、だからどうしてもこの値段にはなってしまう、うん、4万7000円というのはもう決して他のところでやったらこれ以上の価値があるジーンズではありますね、はい、これもやっぱり日の屋じゃないと、はい、扱ってないというか日の屋だけのオリジナルね、そういうものもいろいろやってます、はい、それは別にジーパンだけじゃなくて、うん、昨日も見せたけど、70年を記念して、これは東洋エンタープライズ東洋テーラーという、まあ、ブランドですね、このブランド東洋テーラー、この東洋テーラーって、まあ、有名なブランドです、はい、ここにお願いしてうちの70周年の記念モデルので、歴代でもこのアラスカバージョンって立ち熊って言うんだけど、はい、これ非常に売れてるんですよ、はい、それをわざわざ、うちの部分で作ってもらって、はい、で裏側は日本の地図を、うん、まあ、マップだよね、そうマップバージョンを作ってもらって、はい、ここに日の屋のネームが入ってる、あ、店の名前が、名前本当だったらこんなことは、はい、しないんだけど、そうですね、そう東洋エンタープライズというブランドが、はい、そして店、まあ、スペシャルために作りましたの、そういうことです、スペシャルで、はい、これが70周年の記念でやらせていただきましたという商品ですね。それこれだけじゃなくて、これ以外にもレザーで、うん、
70周年 A2 と言われてるブランド、はい、ここに日の屋のね、でうちが1949年から、まあ去年ね、はい、2019年、はい、これで作っていただいた、これもスペシャルバージョンですね、うん、そうですね、70周年、これもやっぱり日の屋 だけしかやってないと、はい、で特徴としてはリブを交換、リブが他のものと違ったり、はい、あとは通常で言ったらこのポケットのこう、うん、ペン差しなんかつかないんだけど、そうペン差しをつけたり、はい、まあ、ホースハイドのね、はい、立ち襟の部分で、まあ、ラフウェアモデルと言われてるやつですけど、それを、まあ、あのなめしも含めてスペシャルバージョンで作ってもらったやつですね。すごい、はいはい、これはちょっとお値段も高い、いいお値段して14万8000円、はい、はい、そのぐらいはしちゃうんだけどね、こういうのもやってもらって、とかそういう雑誌では必ずバーガスプラスと、うちのブランドですね、これ紹介してることが多いんで、うんうん、特にこれ、ここになんかあそこにあるんだけど、ビッグジョンとコラボしてるやつとかね、うん、はいはい、そういうものも必ず雑誌では取り上げてますね、はい、尽管这个上野我们已经逛得很透彻了，但是呢上野这个区域我发现没有 Ruma Quiz。 那我们这期节目是聊这个阿美卡基的，那怎么能没有 Ruma Quiz 呢？所以我之前去大阪的时候特地又拍了 Ruma Quiz。 那下面的时间我们好好看一看 Ruma Quiz。Ruma Quiz 也是90年代成立的，在当时没有网络普及的年代，他们凭着老板自己疯狂的这个 vintage 收藏，以及他的一个决心要做出来比 vintage 更好的品质的产品，开始了这条生产自己产品的道路。Ruma Quiz 我觉着尽管没有在上野这个区域看见，但是我觉着 Ruma Quiz 要比上野区域很多这些产品做得更好。 Ruma Quiz 主要分为军事复刻系列，军事复刻系列就是全都是军装嘛，还有工装、运动、西部，还有 Ivy 啊等等，这个也是 Ruma Quiz 比较重要的一个组成部分。当然了，最后还有这个 motorcycle 对吧，机车 Buco 这条线也是 Ruma Quiz 非常有标志性的一个系列。相对之下我觉得 Ruma Quiz 比其他这些上野的品牌做的更完整、更全面，产品线更丰富，品质等等方面更好。我不知道他们之间是不是有什么故事，或者是因为什么原因才故意不放在一起贩卖，但是我也是推荐大家有空去大阪或者东京的时候可以去专门逛逛 Ruma Quiz 的专卖店。这个店铺的陈列呀，真是每次去了都流连忘返的感觉。